アーノルドってめっちゃ現金持ってるんですよ。電子マネー中心のサッカーになるんですよね。アーノルドがいないと。フィジカルが現金でテクニックが電子マネーみたいなもんなんですよ。だからフィジカルで押し込まれたら現金で払って、テクニックで剥がせそうなら電子マネーで払ってくださいっていうね。はい、どうも、タイタイです。本日はですね、リバプール対フラムということで、遠藤航選手何がすごいのやっていきたいと思うんですけど、今回ですね、まあ、遠藤選手、ちょっとね、今まで、割と、本調子の頃の遠藤をちょっと知ってるんで、本調子の頃から比べるとちょっと調子悪いのかなって思ってたんですけど、今回、フラム戦、遠藤も完全復活したんで、後半、今日はですね、まあ、遠藤選手の良かったプレー、紹介していきたいなって思います。で、遠藤選手もめちゃめちゃすごいんですけど、まあ、僕的にはですね、やっぱ、アレクサンダー・アーノルドの存在が一番大きいなと思ってて、で、まず最初にですね、なぜアーノルドがいると、やっぱリバプールに怖さ出るんですよね。これもアーノルドの立ち位置で決まると思ってて、まあ、この2分のシーンなんですけど、やっぱこのアーノルドが最終ラインにいると、リバプールの怖さめちゃめちゃ出るんですよ。これ現実世界で例えると、アーノルドってめっちゃ現金持ってるんですよ。お金ね。で、これ、どういうことかっていうと、アーノルドここでボール持ってて、最初はね、やっぱりアーノルドもショートパスワーク上手いですし、まあ、リバプールがそもそも、まあ、ショートパスサッカーで、ワンラインずつ剥がしていって攻撃するようなスタイルじゃないですか、どちらかというと。割とショートパス主体なんですけど、で、アーノルドがね、最初ね、やっぱボランチつけようとするんですよ。ボランチつけようとするって、現実世界に置き換えると、電子マネー使えますかみたいなことなんですよね。まあ、例えば、ここってペイペイ使えますかっていうイメージなんですよ。で、相手のディフェンスがボランチ消しに来るんですよね。これどういうことかっていうと、いや、うち現金でしか使えないんですよっていうイメージなんですよ。で、アーノルドは、じゃあ現金でっつって、裏蹴れるんですよ。これがアーノルドなんですよ。で、これ、やっぱりアーノルドってしばらく出てなかったじゃないですか。マッカリスタとエンドもボランチやってて、結構この位置でプレーするんですけど、やっぱりね、近い距離でのショートパスメインというか、やっぱワンラインずつ超えていくスタイルがより濃くなるというか、やっぱその電子マネー中心のサッカーになるんですよね。アーノルドがいないと。で、やっぱりマッカリスタとかめっちゃうまいんですよ。で、それもやっぱり今時というか、結構電子マネーを華麗にスマートに使っていくようなうまさ。え、もちろんあれですよ、マッカリスタも蹴れるんですけど、やっぱりアーノルドの方が圧倒的に蹴れるんで、それでやっぱヨーロッパリーグもアタランタ戦とか特にそうなんですけど、やっぱフィジカル系でマンツーマンってがっつりはめてきたじゃないですか、前から。そういうチームだから、アタランタみたいなチームっていうのは現金しか使えないお店みたいな感じなんですよね。もう前からがっつりはめてくるから電子マネーが使えないみたいなイメージなんですよ。で、そうなった時にアーノルドは現金でパーンって出せるんで、やっぱそのひっくり返るんですよね、相手前からはめてくるから。現金でスパーンって払われると、まあ、だからこそやっぱりアーノルドがこの位置でリバプールの財布の紐を握っててほしいなってそう思うような選手なんですよね。これもあくまで僕の意見なんで、でも俺本当にそう思いますよ。アーノルドここにいるとやっぱり短い距離でも動かせるし、裏も狙えるっていう、常に怖さがある状態でリバプールの攻撃がスタートしてるイメージあるんで、やっぱこの裏蹴ってるからこそ今度ね、相手も前からはめに来なくなるんですよ。で、そうなってきた時にアーノルドからマッカリスターとか沿道につけてって、マッカリスターとかが電子マネーで今度崩していけるというか、このやっぱ現金と電子マネーをうまく使いこなしていくスタイル、これがやっぱアーノルドいるとそこが出てくるんですよね。だからこれもっとサッカーに置き換えると、フィジカルが現金でテクニックが電子マネーみたいなもんなんですよ。だからフィジカルで押し込まれたら現金で払って、テクニックで剥がせそうなら電子マネーで払ってくださいっていうね。もう電子マネー中心、ショートパス中心になっちゃうと、もう電子マネー使えなくなった時終わるんですよ。これ僕も結構あるんですよね。僕も結構現金持ってないタイプなんで、現金しか使えないって言った時にね、終わっちゃうんですよ。もうハマっちゃうんですよね。そういうことなんで、やっぱりアーノルド、やっぱり最終ラインにいてくれるだけで全然リバプールの怖さ違うなって僕は思いました。で、次がですね、46分、ここから遠藤航選手何がすごいのですね。でね、やっぱりね、前半ちょっと判断の遅さちょっと気になりましたね。で、後半から急にキレキレになっていくんですよ、遠藤選手。まあ、エリオットからの落とし。まあ、ちょっと浮いてる状態で3人に囲まれるんですけど、前行くふりして切り返し。これもね、結構なかなか深いんですよ、切り返しも。で、スピード上げずにゲームコントロール。バックパスしてもう一回引き出すんですけど、この引き出す時にね、細かいステップ踏んで、立ち位置ちょっと微調整してるんですよね。これちょっと映像見てほしいんですけど、これで、より相手が寄せれない位置で引き出せるようになってて、そう、これ中間ポジションつってね、誰が寄せていいか分かんないところで受けるんですけど、で、この後のターン
ターンが完璧なんですよ。で、これちゃんと敵来てない方にちゃんとターンするんですよね。で、これどういうことかっていうと、視力検査あるじゃないですか。で、視力検査って C じゃないですか。で、この C の穴の開いてる方に指さしていくのが視力検査じゃないですか。で、遠藤ね、この3人のマークのちゃんと相手がいないところ、C のところに指させてるんですよ。これプレミアの強度の視力検査って、もうめちゃめちゃちっちゃい C なんですよね。もう、見えないんですよ、本当に、プレミアリーグっていうのは。そのちっちゃい C のところ、エンドをちゃんと指させてるんで、素晴らしいですよね。で、からの、ディアスに預けて、ちゃんと裏抜けするんですよね。やっぱこれがリバプールにとって俺すごい大事だと思ってて。やっぱこの足元になると、どんどんはめられてって、電子マネーしか使えない状況になっていくんで、ここで裏抜けることによって、この現金でっていう選択肢が、出てくるんですよね。裏に蹴れる人がいれば。だからここでやっぱ足元になっちゃうとダメなんで。ここでやっぱ裏抜けるっていうのが大事なんですよ。で、裏抜けることによって誰かがね、ディフェンダーがエンドについていくことによって今度また足元が空いてきますから。まあ、エンドがこれだけね、オンザボールで剥がして、オフザボールでも頑張れるっていうのが、ちょっと調子上がってきた証拠かなって思いましたね。で、次が51分です。まあ、相手のセンターバックボール持ってるとき、エンド選手ね、ボランチまで、相手のボランチまで行ける準備してるんですよね、常に。パス出す瞬間、蹴ろうとした瞬間にちゃんとスピード上げてるんですよ。結局ね、これボール来なかったんですよね。で、1個飛ばされて、2列目から相手が飛び出してきたんですけど、やっぱその相手に対して起陣しながらインターセプトしてるんですよ。で、さっきね、前にはめに行こうとしてひっくり返されたところを、早いスプリントで戻ってインターセプトするっていう、やっぱこの守備範囲の広さですよね。前も狙って後ろもちゃんとカバーできるっていうのが、これが遠藤選手なんですよ。ここでね、奪って、で、少し運んで逆サイド展開するんですよ。この一連の守備範囲の広さと、攻撃でボール持った時の立体感、これが素晴らしいんですよ。まあこれね、ちょっと現実で分かりやすく例えると、まあ一人目の女の子ナンパして、まあダメでしたと、断られましたと、そこでやっぱエンド動じないんですよね。もう次に切り替えるんですよ。で、まだね、振られた女の子そこにいるのに、もう二人目の女の子ナンパしてるんですよ、エンド。で、そこで捕まえて、まあそのまま運んでラブホでガクポですよ。もうこれもうガクポ、これラブホですからね。ちゃんとエンド捕まえて、ちゃんとここ味方に渡してますから。だからもうガクポね、本当にもう最近はツヤツヤで調子もいいですから、今一番調子いいですよ、リバプールで。プライベートでもうまくいってんじゃないですかね、ガクポは。いや、これがやっぱ遠藤ですよね。やっぱ野獣ですよ。もうビーストですよ、本当に。で、次がですね、93分。これもベストオブワタです。アリソンからのボールなんですけど、これ中間ポジションめっちゃリスクありますよ、これ。アリソンも結構狂ってるんで、刺してくるんですよ。で、これね、中間ポジションって誰が寄せればいいかわかんない。ちゃんとトラップさえすれば、プレーエリアは確保されてるんですよ。プレッシャーめちゃめちゃかかってるんで、体感では。やっぱこのちょっとでもずれたら、トラップずれたら終わるところで、後ろに戻すふりして、懐使ってターンするんですよ。で、うまく逃げながら運んで、まあ、サラの動き最後まで見て、この質のボール出すんですよね。でね、これサラーとヌニェスさえ合ってれば、もうこれゴリゴリの決定機ですからね。もう遠藤がね、キーパーからのパスターンして、この決定機一本のパスで作ってるんですよ。すごいですよね、これやっぱり。で、これがちょっとやっぱ遠藤が本調子に戻った瞬間かなっていう。やっぱここでターンするというか、やっぱ遠藤オンザボールでも違い作れるようになってきてるんですよね。一時期もう違い作りまくってましたから、ここ最近の遠藤ちょっと沈んでたんですけど。で、やっぱね、これもやっぱクロップの凄さかなっていう。やっぱりね、加入したての時もそうなんですよ、クロップって。信じて使い続けてくれるんですよね、クロップは。調子いい時だけじゃないんですよ。やっぱこういう悪い時でも使い続けてくれるっていうのが、遠藤が一皮むけるの待ってくれるんですよ、ちゃんと。皮むき2期ですよ、クロップは。まあということですね。まあ今回はですね、遠藤航選手何がすごいのということで。あとまあアーノルドですね。アーノルドの怖さっていうのもね、ちょっと僕なりに結構ね、尖った視点で、解説してるんで、はい。面白いなと思ったらチャンネル登録お願いします。でね、やっぱクロップがね、今回のスタメンがですね、やっぱり、ちゃんと調子のいい選手を送り込んでくれてるんですよ。やっぱガクポとか、最近すごいですから、ちょっとね、このガクポの調子の良さがどこまで続くかわかんないんですけど、やっぱガクポちょっと使い続けてほしいですね。圧倒的です、ガクポ今。一押しです。まあ、なんつうんですか、調子がいいなのか、もう、成長したのかですよね。ここに来てガクポがもう、覚醒したというかね。覚醒したであってほしいですね。調子がいいだけじゃなくて。やっぱ負けてる時のリバプールって今思うと、やっぱ遠藤がね、調子悪いと、リバプールも一緒に沈んでいくのかなっていう。で、これ結構大げさじゃねえかって思うんですけど、でもなんかそんな感じするんですよね。そもそもやっぱアンカーが、そもそも心臓、じゃ心臓なんで、やっぱ心臓の部分が調子悪いと、やっぱりリバプール自身も調子悪いんで、で、今回遠藤めっちゃ良かったんで、リバプールもめちゃくちゃ良かったのかなって、まあ、これも人それぞれですけど、まあ僕はちょっとそう思えるぐらい、
遠藤の出来に左右されるぐらいの、だからそれぐらい遠藤がすごいなって思いますね。今日の後半の遠藤を持続すれば、絶対リバプールこっからまた優勝前線返り咲けると思うんで、まだ全然優勝争いこっから再スタートできると思うんで、ちょっとヨーロッパリーグネガティブでしたけど、こっからいけると思います。遠藤次第です、マジで。あとアーノルド次第です。それぐらい遠藤アーノルド大事です。でアーノルドがね下で作ってくれると、今度マックアリスターの電子マネーも生きてくるんで、やっぱこの現金と電子マネーうまく使い分けていきたいですね、リバプールは。まあ、ということで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。